ザク1。記念すべき人類史上初の実戦型モビルスーツです。ザク2の開発により主力機のザこそ譲りましたが、後方部隊や補給部隊で使用され続けています。一般には旧型ザクとして知られています。ザク2、戦争初期からジオンの主力汎用モビルスーツとして活躍してきた機体です。数多くの武装と機体バリエーションを持つジオンの象徴ともいえる傑作機となっています。ザク 2FS 型。ザク 2F 型をガルマザビ大佐専用にチューンアップした特別機です。頭部に4連装40ミリバル管を装備しているのが最大の特徴となっています。基本性能的にも F 型よりは J 型に近い重力下での運動性を持っています。ザク 2S 型。ザク2の推力を 30% 向上させた指揮官用のカスタムタイプです。赤い彗星の異名で知られるシャア・アズナブルの愛機として有名です。ザク2海。数あるザク2タイプの中でも最高機に開発された機体です。バーニア数の増加、スラスターの大型化など機動性が強化され、短時間のホバー移動も可能となりました。反応速度も上昇し、バランスの良い機体です。グフ。地上戦闘を目的として開発されたザク2の後継機です。ヒートロッド、ヒート剣といった格闘専用の武器を多数装備し、装甲も機動性も向上しています。グフカスタム。ヒートロッドを小型化したヒートワイヤーの装備やガトリング砲のオプション化などにより MS-07B の問題点を解消したカスタム機です。格闘戦においては無類の強さを誇ります。イフリート海。格闘戦用モビルスーツイフリートをベースに対ニュータイプ用 OS エグザムシステムを搭載した試験機です。バックパック、スラスターの強化に加え固定式重火器が追加され、手持ちの武装を無用とした分、大型のヒート剣を左右に2本持つのが特徴です。ドム。陸戦用の量産モビルスーツです。重装甲を誇りながらも熱核ホバーユニットによる高速移動を可能としました。戦争後期のジオンの主力機といえる存在です。ドムトローペン。熱帯地域の戦闘に特化したドムの派生機です。速射性と耐久性に優れたラケーテンバズの装備と熱核ホバー吸気口のダストフィルターが特徴です。通常のドムに比べ基本性能も若干底上げされています。アッガイ。ザク2と共通のパーツを用いて生産力と整備性を高めた水陸両用モビルスーツです。主に特殊工作部隊が用いています。ゴック。水陸両用で高水圧に耐える重装甲の機体です。ジオン初のメガ粒子砲を装備したモビルスーツでもありますが、
地上ではその力は出し切れませんので、水のある戦地での戦いに向いています。ズゴック、陸上での運動性に優れた水陸両用モビルスーツです。腕部に格闘用クローとメガ粒子砲を装備し、水陸両用モビルスーツとしての機体バランスに優れています。ズゴック S 型、主に機動性を強化したズゴックの指揮官用カスタムタイプです。赤い彗星ことシャア・アズナブルがジャブロー潜入時に使用した機体です。ゾック、大型の水陸両用モビルスーツです。9門ものメガ粒子砲を装備し、絶対的な火力を誇りますが、陸上での移動力は大出力のホバー推進をもってしてもかなりの低速となっています。どちらかというとモビルアーマー的な要素が強い機体と言えるでしょう。ハイゴッグ、ゴッグの全面回収型です。ゴッグの欠点であった陸上での機動性を向上させ、水中速度、航行距離を向上させていますが、逆にゴッグの長所であった走行強度は著しく低下しています。ズゴック E、 統合整備計画のもとズゴックを改良した機体です。格闘能力、推進能力、メガ粒子砲の出力など全ての性能が向上し、主に特殊な任務にあたる際の隊長機として用いられたようです。ザメル、長距離支援に特化した半ば移動砲台とも言うべき機体です。大型ながら熱核ホバーシステムにより高い機動性を誇っています。主砲は異様なまでのバレルの長さもあり、ある程度距離を保たないと使用は難しいですが、威力は絶大です。ケンプファー、試作型教習用モビルスーツです。大出力のスラスターと数多くの専用武装を持つ高性能機として開発されました。装甲を犠牲にすることで一撃離脱の戦法を取るための高い機動性を実現した熟練パイロット用の高性能機です。ゲルググ陸戦仕様、ジオンの最終決戦用主力機ともいえる一年戦争末期の傑作機です。腕部へのグレネードランチャー内蔵や重力下での機動力維持のためのバックパック追加など、装備を陸戦用に換装したゲルググの現地回収バリエーションの一つです。格闘兵装も従来のヒート系ではなくビームナギナタを装備します。